李憤は、六世紀中頃の北ベトナムの指導者で、前李朝万春を建国した君主である。辰沖県の人で、李族の出身である。当時の南朝張の甲州市師聖氏は、過酷な統治を行って民心は離反しており、時に特州官の地位にあった李憤は、大道七年十二月に甲州の人種を集めて帰兵し、長史を甲州に逃亡させた。翌大八年春、 リフンらは、公衆の地所である流辺を占領して根拠地とした。その後、領の支配下にあった公衆と特衆をほぼを制圧した。大道9年4月、チャンパがリフンを攻撃したが、部下の藩を治むが、特衆でこれを撃破した。大道10年1月、リフンは南越未河道称し、天徳と改元し、国語をマンハルとした。 ユミナミミカドの省はここから生まれた。天徳2年5月、領の甲州市市、両、新羽崎、定州市市消防津ラの軍隊が、前後して主県と行ける歴行の河口に展開して、李墳を撃破した。領軍に包囲された李墳は、カイアス市場に退いた。天徳3年1月、領軍が、カイアス市場を攻め落とすと、李墳は屈道の少数民族の下に逃亡した。9月、 リフンは2万人を率いて、天鉄湖一帯に駐屯し、戦艦を製造していたが、鎮破先の指揮する部隊からの野手を受け、敗走して、再び靴道に逃げ込んだ。天徳5年にリフンが死去すると、兄のリ天保が残党2万人を集めて旧魔軍に至り、針に対する抵抗を続けた。特襲に進行し、北上してアイスを包囲したが、 陳派先の軍の前に撃破された。大宝元年、寮が法径の乱のために混乱すると、陳派先の軍は北上し、公衆近隣に軍事的空白が生まれたため、前理長は北、ベトナムでの勢力を回復することができた。昭政四年に、李天邦が病死すると、李憤の部下の長幸福と李物氏が北、ベトナムを分割支配した。太と立て3年に、 超光福が死去すると、李伏子が北、ベトナムを統一して前、李朝の勢力を回復した。忍術2年、前李朝は隋の攻撃によって滅ぼされた。ありがとうございます。